こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか久人を東大出身のイケメン天皇に、お世継ぎが紀子様のいびつな野望の餌食に、800万円かけて顔面工事決定的写真も流出で人造皇族ばれ。久人様、第一志望校はやはり東大か。現在、高校2年生で、来年度には、 大学受験を控えておられる久人さま、以前から、週刊誌等のメディアでは、久人さまは、初の東大出身天皇とすることが、紀子さまの悲願であると報じられていますが、その他の進学先候補として、京大や一京といった長男観光の名前が挙がっているようです。久人さまをめぐっては公務の際の表情のなさについて考察する報道もあった。 特に身体の不調を訴えられているといったことは伝わってきていません。紀子様が新型コロナに感染し、公務を取り留められたことで、鹿児島での高校総合文化祭には、岸野宮様と二人で出席されました。公務をこなされつつ、およそ一年半後に迫った大学進学準備に邁進されるということになるでしょう。当然、悠仁様の成績はこれまで何度も取り沙汰されてきたが、 筑波大付属だか2年の夏を迎えた現在、成績の方はどういった状況なのだろうか。成績は伸び悩んでいるという状況が続いていると聞いています。過去には東大という言葉が一人歩きし、その後は、兄弟ではないか、とか、東京を離れることは現実的ではないから兄弟はないが一つ場次第はあり得る、とか、いろいろと噂されました。一方で、総計上地といった次第に、 推薦入学で落ち着くのではないかといった観測もありました。ここに来て耳にしたのは、大学選びの基準、みたいなことですね。当然、どういったことなのか。偏差値の高い大学、というものです。ですから、今しがた列挙した大学は該当すると見られます。ひょっとしたら海外もあり得るのかもしれませんが、ただ、将来の天皇陛下の大学選びがまだ定まっていないということ自体、 相当な懸案事項だといった指摘は以前からあります。それに、この基準のことを教えてくれた関係者によれば、本来なら大学選びや進学に関係なく、今後なさりたいことを追求するような時間を作られるのがベストなのですがね、偏差値をベースに大学選びをされているというのを耳にしまして、お立場に鑑みていささか残念だと感じましたし、そういった感想を持つ者もそれなりにいることでしょう。 と話していました。当然、そろそろ本格的に進学先に注目が集まることになりそうだ。ハグアイ DAY デジタル。身の丈に合った進学を望む声も、こちらのハグアイ DAY デジタルの記事によると、未だ久人様の進学先の第一志望は定まっていないとのことですが、